はい、大和魂についてもちょっとね、話されてましたけども、私、必ずしも特攻精神をですね、賛美するものではありません。やっぱり悲惨なことだと思いますけども、でもね、いざとなったら、ああいう精神力を、大和魂を見せるんだなと思うことによって、それ以来、日本に戦争を仕掛けようなんて国はなかったわけなんですよ。うん、そういう意味で言うとね、特攻っていうのは、必ずしも賛美できるわけではないですよ。応援できるわけではないですよ。でも、特攻志願者の中の多くの方は、ここで、こういう姿を見せることによって未来永劫日本という国は一目置かれるんだっていうようなね、そういう希望を私たちに残したんだと私は解釈するんですよ。たくさんの遺書を読んでみて、そしてたくさんの体験談、生き残りの方のね話を聞いてみて、一つはやっぱりね、行きたくなかった、青春真っ盛りで死にたくなかった、そういう思いはあるけども、でも奮い立ったのは何かっていうと、自分の行動が必ず次の世代の肥やしになるはずだと、遺産になるはずだという形で精神を残してくれたんですよね。そういう意味でも精神っていうのは私たちが受け継ぐに値する精神論の強みだと思うんですよね。で、自分の精神が死後も誰かに受け継がれるとしたら、こんなに嬉しいことはないと思いますし、それを励みにね、一つ何かを頑張れるってこともあると思うんですよ。特に家族をお持ちの方っていうのは、自分の考え方とか志を自分の子供たちに残しておきたい、周りの人に残しておきたいと思うからこそ一生懸命やるんじゃないかなと思うんですよ。人はですね、人から与えられたもので生きていきます。でも死後は人に与えたものが残っていくんですよね。そういった形で私は精神論かなりね、好きでございます。哲学ですとかね、心理学にも関わることなんで、精神論を軽視する人に成功はないと思いますけども、いかがですかね。